い日本の就活なんてぶっ壊してやろうじゃありませんか。この番組は厳しい予選を勝ち抜いた上位12人の学生たちが完全自由形式のプレゼンで自己アピール。200社を超える企業の人事決定権者からオファーを獲得する主従逆転型の就活バラエティ。来たぞ。4月期は年収500万円以上のゴールドオファーが2週連続で発生中。果たして今回も500万円以上を手に入れる学生はいるのか。どういうタイプのリーダーなのか自分は。いざ立て戦人よ、未に続け。ご自身のその笑顔の裏側にある強さって何だと思いますか。私は4年間を応援部に全て捧げると決めて入部したので、そこはもう決意があったので応援部に捧げました。私も実際にじゃあ行ってみたら多分頼んでしまうと思います、ワインとか。その結果リピート率は約 10% 増加し、売上は2倍以上に伸ばすことが成功しました。さらに今週はシルバーオファー数過去最高記録も誕生。キャリアドラフト。続いての学生はこちらです。東北学院大学教養学部からやってまいりました三上楓さんの登場です。ユニフォームでやってきた2分間の運命の時間です。どうぞ。カリアプレゼンテーション。皆さんこんにちは。東北学院大学から参りました三上楓と申します。早速ですが私を一言で表すと、岩手が生んだマジ人間です。これからこのマジ人間に至る経歴についてお話しさせていただければなと思っております。私はこれまで数多くのリーダー経歴を持っており、以上のような経歴で活動してまいりました。さらにサッカーでは中学校の頃に岩手県で優勝、東北大会では3位の成績を収めることができました。中学校では陸上部にも所属しており、大会新記録、また全国大会の出場を果たすことができました。同時並行で行っていた合唱コンクールも金賞を獲得するなど、そういった成績を残すことができました。その結果ベガルタ仙台ユースに入団することができ、東北王者に輝くことができました。大学生でも東北のトップレベルで今でも活躍をさせていただいております。そんな私も中学生の時に思い悩むことがありました。それは仕事量から膨大なタスクを過ごす多忙な日々だったからです。もちろんどの活動も好きでした。ですが私は不安と疲弊に追い込まれていました。そんな時に私を救った恩師の言葉があります。人は目の前に高い壁が現れた時、その不安からその壁から逃げようとしてしまう。しかしやがて周りすべてが壁となって、それ以上その人は成長できなくなってしまう。だから楓、誰かの笑顔、自分のためにも全てに本気でマジで取り組みなさい。このような言葉をかけていただきました。この言葉を胸に活動した結果、ベガルタ仙台ユースに内定することができました。高校生でも挫折を味わいましたが、自分ができること全てしました。その結果このように胸に張って誇れるような結果を残すことができました。私はこの結果から、自分の信念、軸を、またこのような力をつかむことができました。山崎さんいかがでしょう。いやすごいなんか好感が持てる、あの人間力というか、あのだと思いますね。でなんか本当シンプルに、なんだろうな、なんか余計な飾りがない、全部マジです以上みたいな、なんか少年ジャンプみたいなのって思いながら見ていたんですけど、一点ちょっと教えてほしいのが、そのいろんなところでいわゆるそのリーダーシップを発揮してきたっていうことだと思うんですけど、はい、そのリーダーシップのスタイル、どういうタイプのリーダーなのか自分は。人とコミュニケーションを多く取るということを一番大事にしております。なぜならまず自分を知ってもらうには相手を知ることから始まるというふうに考えているからです。クラスで例えば協力的ではない人、少数ですがいるかもしれません。そういう時に、そういう人とこそ自分こう思うんだよね、君はどう思っているのっていうふうに話してもらうと、相手の気持ちが分かってより自分の意見が伝わるということを身をもって感じたからです。以上です。ジャンプだね。ジャンプです。ジャンプだね。完全に本当にそうですね。そうなんです。これはちょっと今後参考にしましょうよ。少年ジャンプ、岩手県が生んだマジ人間というのもいいけど、ちょっと長いんで、
人間少年ジャンプ行きましょうよ。ああいいです ね, ですね。ありがとうございます。ね、あんまり気に入ってないんですか。いやいやそんなことないです。すごく私は魅力的だと思ったのが、こうずっとサッカーをやってきながらもそこで合唱コンクールが出たっていうのが、うん、こことここっていうのが正反対にあるところもすごくさらっとおっしゃってたので、あ、これは本当にこっちも本気で取り組んでいたんだなってことがすごく伝わってきました。でどっちもチームプレーだとは思うんですけれども、それぞれで感じたチームプレーの違い、難しさっていうのは何でしたか。やっぱり合唱はどちらかといえばそれぞれの個性を合わせていくっていう作業が必要になるんですけど、サッカーは自分が感じる中ではどんどん自分の個性を出していく、すり合わせるんじゃなくて出していくっていうところに一つ違いがあるかなっていうふうに感じてます、うん、ちゃんと説明してくれましたね。ね、ありましたね。だと歌声も気になりますね。あ、どのあたりの歌声担当だったんですか。テノールですね。ちょっと今あの内田さんがアンにやってみろと。ぜひぜひ。じゃあ、いざ立て戦人って自分が好きな曲があるんですよ。いざ立て戦人よ、今たに続けみたいな感じです。うわあの、上手いんだか下手なんだかわからなかった。今もうちょっとやればね、だんだん板についていくんだと思いますけど、本当主役みたいなキャラクターで、はっきり言って男性からするとちょっと嫉妬の対象になれるような、あの素晴らしい方だなと思いました。でこういう時に私必ずちょっと意地悪な質問しちゃうんですけど、絶対にですね三上さんを採用しちゃいけない理由を僕らに教えてください。仕事がなくなる、円滑に進みすぎて、はい、みんなが楽しく仕事しすぎて、仕事にひたむきにやりすぎて仕事がなくなってしまうのが悪いところなんじゃないでしょうか。うわー来たな、大喜利みたいな感じになっちゃいました。みたいでも経営者としては嬉しいんですよ、仕事がもし一人で回るんであれば他の人件費は削減できるので。もう一個採用しない理由、絶対採用しちゃいけない理由ですよ。いや絶対採用しない理由ですか、はい、これちょっとね、コンプレックスじゃないですけど足が臭いだけなんですよね、はい、職場環境に影響するってこと、ね、職場環境に影響するかもしれない。そういうこと。それが私を採用しない理由はズバリ足が臭い、はい、でもやっぱり意地悪な質問されても対応できる、うん、そのなんかユーモアさもありますし、そうなんですよ、ね、頭の回転も早いなと思います。そうなんですよ、はい、Career Thinking。まるで漫画の主人公のような三上さんにどんな評価が。シルバーオファー何社ぐらい。80超えたいです。やっぱ1番目指してるんで。うわ、クリアジャッジメント。夢は大きい、自信もある、そして足が臭いと。おっと、三拍子揃っております。三上楓さん、東北学院大学からやってまいりました。どうだ。61社。82には及ばないが、すごい数字ですよ。めちゃくちゃ嬉しいです。嬉しいですね。ありがとうございます。山崎さん、やっぱりこれは来ますか。まあ納得っていう感じじゃないですかね。あ、そうすか。いわゆるそのいろんな企業でその状況とか今現状どういう社員がいるかとかで欲しい人材って都度変わるんですけど、はい、ありとあらゆる業種のなんか最大公約数みたいな人物だなっていう感じがするんで。なるほど。やっぱハマりはいいと思いますね。営業は営業で多分すごいできると思うんですけど、一回人事挟むといいと思うんですね、はい、あの僕一回占い師に占ってもらったことがあって、うん、あの占い師に、何も知らない占い師に、うん、なんか人事いいんじゃないって言われて。何も知らない占い師に会った瞬間人事いいんじゃないってすごい。でもなんか人を見る目があるってすごい言っていただいて、うん、山田さんの指摘は2回目だ、はい、ね、人生2回目です。じっくり話をして、はい、自分と向き合っていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ああね、ちょっと待つよね。すいませんね。でも61社来たからね。もうさあ三上くん、お疲れ様でした。あれなんか悔しそうな。ゴールドオファー含め一番泣いたかったですね。人事一回挟んだ方がいいんじゃないっていうアドバイスもあって、どうですか今自分の中で。いやめちゃくちゃピンときて、ピンときたっていうか、ああな、確かになって思って。まあ、言われたの2回目だったんで、これから本格的にそっちも考えて人事のマジ人間も目指そうかなと、はい、少年ジャンプは少年ジャンプは少年マジジャンプでいきます、はい、合わせてね、はい、続いての学生はこちらです。
国際キリスト教大学大学院からやってまいりました梶谷彩香さんの登場です。2分間のプレゼンお願いします。カリアプレゼンテーション。はい、私大学院ではケニアの研究をしております梶谷彩香と申します。早速ですが私の強みはズバリ 3S です。これはですね私の強み3つの頭文字を取ったものでして、ストイック、責任感、世話焼きの頭文字です。この特徴を象徴するエピソードとして私学部時代に所属していた応援団のお話を3つしていきたいと思います。ここにも書かれているようにかなり体育会系の部活でして、1つ目のエピソードとしてはドラムが恋人のように練習をストイックに励みました。私にとってチアと兼任していたドラムは初挑戦の楽器でしたが、ドラムを恋人のようにして毎日練習することで最後には最難関と部でも言われるような曲を、演舞会で担当することができました。2つ目のエピソードとしてはクリスマスに3日間徹夜をしました。幹部の時には3つの役職を兼任しており、その1つが OB 担当だったんですけれども、クリスマス期間に OB の方に300部以上の書類を提出しなきゃいけなかったので、資料作成や送付といったところで3日間徹夜を責任感を持って務めました。そして最後のエピソードとしては後輩との関係構築です。応援団は少々伝統的な分があって上下関係も厳しいんですけれども、それによって活動がうまくいかないことがあったので、後輩に寄り添う気持ちを持って爽やかな気持ちで、最後まで取り組んだので、一時期活動に少し滞りが生じる時期もありましたが、最終的には引退前のステージで こちら大技なんですけど、私人の上にここにある手の上に乗ってたんですけど、そういった大技も成功させることができました。このように私はストイックで責任感を持って、そして世話焼きで仲間を引っ張っていくという特徴を持っています。この 3S を生かして会社でも働いて、最終的には圧倒的に貢献をしていきたいと思っておりますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。はい、残りあと9秒ということでね、残す形で結構早くしてまくりましたね。はい、ちょっと話したいことがたくさんありすぎてしまったので、ちょっとお聞き苦しかったかもしれないんですけど、全部言えたので出し切りました。出し切った。はい、カリアクエスチョン。女の子として、女性としてやっぱクリスマスとかってすごく大事なイベントだと思うんですよ。なんかそれをやっぱそういう風に捧げられるモチベーションというか、その時本当はこう過ごしたいなとかはあったんですか？そこに関してはもうおっしゃる通りで、やりたいこともあったはありましたけど、ただまず学生時代にしかできないことってなると部活動だと思っていたので、私は4年間を応援部に全て捧げると決めて入部したので、そこはもう決意があったので応援部に捧げました。それともう一つの理由としては、やっぱり自分がその役職を就任したからには全うしきる必要があると思っていたので、すごい強制されたというわけではなくて、自分の内側から使命感が湧いてきたので、その思いで全力で務めました。素晴らしいと思います、ね。やりたいことは何だったんですか？クリスマス、みんなでチキンを食べてケーキを食べてパーティーってやりたかったんですけど、でも作業を全て一人でやっていたわけではないので、一緒に役職やってた子とメリークリスマスって言いながらこうやってショビル追ってました。結構応援団ってどの大学もすごくおっしゃってましたけど、こう伝統的な部分があったり上下関係が厳しい中で、常にこの笑顔で切り抜けてこられたんだろうなと思うと、すごくこう根性の座った方だなっていう印象を受けました。なのできっとこの方だったらどんな仕事でも楽しんで笑顔でやってくれるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、反対にこう梶谷さんが考えるご自身のその笑顔の裏側にある強さって何だと思いますか？強みと言えるのかもしれないなと思っていることは、何事に対しても楽しむという気持ちや、そのことに対するプラスの気持ちを絶対に持っていくことができるというのが、私がこれまで頑張ってくれた理由かなと思っております。思っていた通りならないことが何度かありましたが、その時に結局私は自分がした経験を自分なりに意味付けをすることっていうのをなるべく意識しておりまして、そこで意味付けをするとモチベーションにもなりますし、そこに楽しさっていうのもプラスしていくことができるので、自然と笑顔でここまで乗り越えてくることができたのかなというふうに、今ちょっとパッと思いついたことなんですけど、そういうふうに今思いました。意味付けってすごく大事ですよね。こう自分を納得しないと次に進めないというところありますよね。そうですよね。自分なりのストーリー作んないといけないんだもんね。聞けば聞くほどですね、不思議なのが、なんでここにいるんだろうなっていうのがすごく不思議で、なぜやりたい業種を選ばずに一旦オファーをもらいに来たのか、このキャリアドラフトに参加するなんか意味って
何があったんだろうかっていうのがちょっと知りたいです。自分をの力を自分でこう決めた範囲じゃなくて幅広くチャレンジできる機会というのはこの日本の就活社会においてほとんどできないことだと思っていて、この機会にまず自分はどういったふうに他者から見られるのか、その社会で働いている方にどういうふうに見ていただけるのかっていうのを知るのは、その学生の経験しかしたことがない私にとってすごく学びになるなというふうに思ったので、それが一番の理由です。僕気になったのはやっぱその大学院 の, そのケニアの初等教育っていうところ、はい、チアをやって、でその背景にそのまあロジカルな考え方があって、これを軸になった時の強さをもうちょっと聞きたかったなって個人的には思いますね。学部時代にタフな気持ちだったり、今日伝えたその責任感だったりストイックな部分っていうのが今まさにケニアという途上国のフィールドワークに行くことや前途多難な大学院の研究に生きているなというふうに思っているので、学部時代はかなり勉強というより部活に捧げましたけど、その経験が直接的には大学院の研究につながっていなくても、その姿勢という部分では大きく役立っているというか、それが今研究を頑張れているの理由にはなっているかなというふうには思ってます。なんかやっぱ新卒っていう感じじゃないんですよね。だからこれ取る会社も相当覚悟がいると思うんですよ。なるほど。要はそれによって社会の一社目ってめちゃめちゃ大事なんで、この人材を社会にどう還元するかは会社に決まってる。Career Thinking。応援団に熱中した後、ケニアの研究をする梶谷さんにどんな評価が。すいません、ちょっとオファーを前向きに考えてるんですけど、はい、最後一つだけ質問させていただいてもいいですか。はい、お願いします。何で会社選びますか。最後はお金ですか、それとも自身のやりがいですか。あ、一番はやりがいです。人生のポリシーがちょっとこの場で言うの恥ずかしいんですけど、自分が会った人、全ての人を笑顔にすることができるような人になるっていうことなので、それが今日は実現できたか分かんないですけど、そう思っているので、そういったことを働くことで実現できたら、それはすごく私にとってやりがいになるなと思っています。Career Judgment。 それでは結果が出てるようなんで、シルバーオファーに関して見てみましょう。優秀な梶谷さんに果たして200社どんな眼差しを向けたんでしょうか。どうだ、45社。おお、ちょっとイメージよりはどう、自分としても率直に言うと少ない。あ、私は全く何社ということを想定していなかったので、うん、もう多いも少ないも分からない物差しだね。受け止めました、はい、受け止めた、はい、受け止めました受け止めましたっていうところに覚悟が感じられますけどもね。あ、そうですか。さあ、コウコさんいかがでしょう。私もシルバーオファーを出させていただきます。はい、と言いながらコウコさんが慎重に慎重を期してシルバーを出した瞬間にそれを打ち破るゴールドオファー発生です。梶谷さん、びっくりしてます。びっくりしてます。さあ、それでは株式会社絆グループ人事決定権者の方お願いいたします。よろしくお願いします。業態など教えていただけますか。はい、弊社がフランチャイズを行っている事業所になりまして、訪問介護の部分をですね、障害福祉を中心に行っている会社であります。はい、満を持してゴールドオファーを出してくださった一番の根拠はどこでしょう、梶谷さんに。そうですね、やはりお話をされている姿もすごく声にも自信があって、ただこうご自身を俯瞰されている様子もお伺いできたので、すごく素晴らしいなというふうに思いますし、またリタの精神という部分がすごく感じられたので、ぜひ弊社の代表は彼女のポテンシャルを十分に発揮できるというふうに申し伝えて言っておりましたので、オファー出させていただきました。そうですか、ありがとうございます。すごく私の考えていることと一致しましたし、その利他性みたいな部分も一つすごく就職活動で大切にしていることなので、こうすごく、そうですね、はい、であなたはもうね、全くもってお金への執着がない感じでスパッと言いましたけど、そこはそこやっぱ初めから500万円保証とかね、ゴールドオファーとなると率直にいかがですか。恐縮ですという気持ちがいっぱいで、お金は本当に執着がなくて、まあないよりはある方がいいと思うんですけど、うちでは、はい、梶谷さんにもう700出そうと思ってますんで、はい、ちょっとそれぐらい700出すって、はい、ちょっと私の言い方も品がないですけどね。実は12月期に発生したキャリアドラフトでも700で年収700万円を提示した絆グループさん、ちょっと
途方もない金額すぎて、私その想像がつかなくて、どんなリアクションをしたらいいか分からないです。でもね、自分の価値をこういうふうに嘱望してくれるっていうのは嬉しいじゃないですか、はいはい、どのように活躍されたいかとか、もうそういったものも、ね、活躍されたい現場っていうのはあるかと思いますので、もちろんそこは梶谷さんがどういうふうに活躍していきたいかっていうのをしながら、そのポジションをちゃんと作らせていただきますので、安心して入社してきてくれたら嬉しいなというふうに思います。嬉しいですね。はい、嬉しいです。じっくりと話し合ってください。はい、決めるのはあなた次第です。はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、絆さんありがとうございました。ありがとうございました。さあ、お疲れ様でした。そしておめでとうございます。ありがとうございます。やった。いや、ゴールドオファー一社いただきましたが、はい、今の率直な気持ちをお聞かせください。嬉しいっていう気持ちと、どっちかというとプレゼン終わって安心してます。700万っていう数字が出て驚いてましたけど、ちょっと今後の活躍にも期待しておりますので、頑張ってください。ありがとうございます。続いてまいりましょう。山形大学理学部からやってまいりました、大宮春人さんの登場です。あ、サロン、黒のサロンをピッと。アルバイト、飲食店でしょうか。2分間お願いします。カリアプレゼンテーション。山形大学から参りました、大宮春人です。本日はよろしくお願いいたします。今日は私の課題解決力についてお話しさせていただきたいと思います。突然ですが、私8年間柔道を続けていて、その後高校生でハンマー投げをやっておりました。なので人や敵を投げるのがとても得意です。そんなハンマー投げですが、私は他の選手に比べて体が小さく、初めて出場した地区大会で20人中19位という結果を取ってしまいました。そこで私は自身の課題と強みを分析し、体重増加、そしてこの短い足を生かしたスピードアップを目標に立って、朝は一番早く、夜は一番遅くまで残って練習し、努力を続けました。その結果、体重は20キロ増加し、県大会で5位入賞を果たすことができました。この経験から課題を見つけ、分析し、それを順序立てて解決していくという力が身につきました。また努力を続けること、人やハンマーは投げても途中でサジは投げないということが大事だと気づきました。この経験から私は大学生で始めた飲食店のアルバイトで、月の売り上げを70万円から150万円まで伸ばすことに成功いたしました。当初はコロナ禍の影響もあり、売り上げがかなり落ち込んでしまっていたのですが、そんな中でも来ていただけるお客様のリピーター化というところに私は目をつけました。中でも意識していたのは、直接利益になるサービス、そしてならないサービス、この2つのバランスを取っていくということを特に意識していました。その結果、リピート率は約 10% 増加し、売上は2倍以上に伸ばすことが成功しました。またお客様から、大宮くんがいるなら安心だねと嬉しいお声もいただきました。そんな私は、新しい環境でも常に上を目指し、努力をし続けることのできる私は、どんな企業、職場においても高い目標達成のために貢献することをお約束いたします。最後に、大宮春人、大宮春人に清き一オファーをよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。はい、残り2秒というところで見事にプレゼンを終了させてくれました。カリアクエスチョン。かなり軽快に喋ってくれましたけど、うん、内田さんどうですかね。はい、はい、ユーモアもあって、うん、とても分かりやすく聞きやすいプレゼンでした。アルバイトのところで、その、はい、実際に効率を上げるために利益になるものとならないものっていうので、ちょっともう一回そこのところを詳しく説明していただいていいですか。はい、直接利益にならないサービスの方から説明させていただきますと、うん、まず例えば満席でお断りしてしまったお客様にサービス券をお渡しするですとか、また少し声をかけにくそうにしているなというお客様にこちらから気づき、こちらから声をおかけするなどして、ぜひまた来たいと思えるお店作りというところに心がけるというのが、直接は利益にならないもの、うん、次に直接利益になるサービスといたしまして、私勤めているお店がワインを売りにしているお店なのですが、少しワインの知識が乏しくって、お客様におすすめのワインを聞かれた際に店長の作業の手を止めて対応していただくということがありました。そこで私は自身でワインの本を購入したり勉強したりして、自分からお客様におすすめできるようになることで、作業効率のアップとワインの売上増加に直接貢献いたしました。プレゼンテーションの構成含めて、分析力の高さで、それに対する打ち手の設定と、あと実行までのその背景も非常に聞き取りやすかったので、本当に即戦力人材だなと思ってます。で、まさに営業職志望ということなので、なんか個人的に抱いた印象なんですが、営業って話全く聞いてくれない、はっきり言ってサービスに興味がないっていうお客様もたくさんいらっしゃると思うんですが、何かそういうエピソードってあったりしますか。例えば
その白レバーという商品に対して赤ワインがとても合うんですね。白レバーの複雑な味にタレの塩味やほんのりとした甘み、これに力強い赤ワインというのを合わせていただくととても美味しくなるんですよ。このようなことをお客様にお伝えしてみたりですとか。それでも逆にドツボハマる場合あるでしょ。 うるさい、俺今ハイボール飲んでんだみたいなあるじゃないですか。客っていうのは神様気分ですから。その店長の人柄がとても温厚な方で、その人柄につられてお客様も温厚な方がとても多いので、うん、そのようなことは今まではなく。何話をすり替えてるんですか。そういうおすすめのタイミングを聞いてるわけです。難しいよね。そうですね、難しいですね。打率の高い営業マンだと思うんで、打席に立つ工夫をもっとするとぐっとこう営業成績も伸びるなという期待を逆に抱いたので、こういったちょっと質問させていただきました。ありがとうございます。私も実際にじゃあ行ってみたら多分頼んでしまうと思います。ワインとか赤ワイン頼んじゃいますか。頼んでしまう。うるさいって言わないですか。言わないです。はい、結構乗っかってしまうタイプなので、実際にこう売上が70万円から150万円にアップしたということで、はい、一番のこの要因は自分的にはこう何だったんですか。うん、そのリピート率が約 10% 増加したということでして、そのリピート率っていうのもその1回来たお客様がもう1回来ていただいて終わりというわけではなく、毎月毎月来ていただいているお客様も本当に何組もいらっしゃったりするところがかなり大きいかなと思います。飲食店アルバイトで売上を2倍にした大宮さんにどんな評価が。目安はどうですか。60はシルバーファー行きたいです。Career Judgment。 60欲しいという欲深なことを展開いたしました大宮君です。果たしてどうでしょうか。山形大学理学部見てみましょう。67社。このシルバーオファー67社は過去最高記録。あれちょっと予測的中だ。ありがとうございます。嬉しいです。本当に嬉しいです。まあ当然の結果かなとは思います。あ、そうですか。はい、あの高校さんの質問関連でいうと、例えば白レバーに赤ワインが合うんですよ、はい、あれタイミング間違ってたじゃないですか。そうですね。だけどいいんですか。あのほころびがやっぱりいつか色気になるんじゃないかなとは。そうか、若いからね。はい、僕やっぱこういう質問するときって思考弾力というものをやっぱ試すんですけど、はい、あそこですぐパッと答えちゃう学生もいるんですけど、そうですよねってこうぐっとこらえられる強さもあるので、うん、あそこは成長につながると思いましたね。人間味ありましたよ確かに、うん、また200分の67社があなたを内々定で欲しいな、これから話し合おうよって声かけてくれてるんですよ。そうですね、本当に嬉しいことだと思うので、ね、このいただいた企業様とお話しさせていただきたいと思います。ぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ大宮君お疲れ様でした。ありがとうございました。どうでしたか。そうですね、やっぱり目標としてた60にシルバーオファー届いたんですけど、やっぱりもともと目標としていたゴールドオファーっていうのがいただけなかったのはちょっと悔しい点ではあるんですが、まあ、この先自分の弱みも少し教えていただいたので、これを糧にしてこの先頑張っていきたいと思います。67社という素晴らしい数字でございました。おめでとうございます。今後の活躍期待しております。ありがとうございました。次週さらなるゴールドオファー獲得者は現れるのか。店舗でナンバーワンの、まあ、生産性という指標があるんですけど、取りまして月に大体500万ぐらいの売り上げを、取ることができました。アルバイトも3つ掛け持ちして毎日こうせわしなく働くくらいの体力を兼ね備えているような人間です。パリオリンピック選考会に向けて就職活動と学業と、水泳を3日しながら頑張っております。果たして4週連続ゴールドオファーは出るのか。番組ではキャリアドラフトに出場したい学生、また優秀な学生とつながりを持ちたい企業の皆様を大募集しています。こちらのアドレスまたは QR コードを読み込んでいただくか、ホームページからご応募ください。お待ちしています。フォージャパン日本を経営せよ。毎週金曜日夜9時30分配信スタート。お楽しみに。